ね、小人たちがこの村でも至る所におるわけやね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は前に行った、まあ、グレタマグッズがたくさんあった夢うつつ村、あの村の実り村長の別荘がある虹の彼方村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで虹の彼方村に出発。はい、虹の彼方村に到着。お、すごい、めっちゃ虹色や。夢の世界へようこそ。あなたは今虹の彼方という村の夢を見ていらっしゃるのよ。なんかこのタイルめっちゃ可愛いね。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の虹の彼方の世界をご堪能遊ばせ。この虹の彼方村はね、まあ、名前の通り虹色を、あ、ちょっと待って虹色がね、もう村中に取り入れられているらしいんだけれども、見てこれ、あ、宇宙って書いてる宇宙って書いてる。で、なんか音符とかもあって、え、なんかめっちゃ可愛いんだけど、まあなんか虹の彼方は空の向こう側、まあ、宇宙とも言えるということで、この村には宇宙とつながってるような空間も、まあ、いくつかあるらしいです。ここもその一部ってことかな。じゃあいいね、いいね。はい、そして着替え。なるほど、下がなんか3種類あるね。私はじゃあ白いレーススカートで行こうと思います。じゃあ、あとはこの辺のを拝借して、この辺はちょっと、わー、これピンクの風車、よき適当に選ぶやつ。じゃーん、こんな感じで風車も回っていく。あ、なんかまあ実り村長はあのらっきょう、ネズミのらっきょうがすごい好きなんだけども、この村にはね、そのらっきょうの別荘もあるらしいです実り村長とらっきょうの別荘があるらしいです。いや、すごいね。なんか結構入り組んだ感じの作りになったのかな。で、なんかいつでもどこでもこうね、座って休める椅子がいろんな場所にあるということなので、のんびりまったり過ごしていきましょう。お、宇宙銀行。あの、夢うつつ村の方にも宇宙銀行ってあったと思うんやけど、こっちの宇宙銀行が本店で夢うつつ村が支店らしいです。お、なんか、うわ、ベルの鳴る木、そして根元は宇宙空間大黒様、富くじは裏へお回りください。大黒様のくじ売り場、お邪魔します。おー、すごい、もう空間が空間が素晴らしきやね。ほら、もう入り口入ってすぐにめっちゃ隕石が浮きまくっていて。はい、それじゃあ左 ATM って書いてあるね。お、あ、すごいやばい、見てこれ、 ATM で囲まれてるんだけど、大金が札束だよ。あ、そして見て、ここにも小人たちがおる。そう、夢うつつ村の方はね、なんか小人の伝説、見たら幸せになれるという小人の伝説があったんやけど、夢うつつ、じゃないわ、虹の彼方村にも、おるんやね。なんかこう、いろいろとリンクするところがね、あるらしいけん。そう、この虹の彼方村には、夢うつつ村の秘密が隠されているかも、ということやから、まあ、その二つ、両方の村を見比べてみたら、いろいろと発見があるかもしれない。はい、それじゃあ奥の部屋へ。スタッフオンリー。
スタッフオンリーの場所に入ってきてしまったよ、私。そしてこれが、ま、小槌らしいよ。小槌らしいよ、これでね。これで小判とかが出てきたりするんだろうね、きっと。あー、やばい。ふんふん、こういうタイプの人なのか。こういうタイプというか、これ金庫でしょ。お金が入ってるんだよ、覗くなよ。そしてここにも小人。あっちにもなんかおったよね。ほらほらほら、いたいた。そしてこの宇宙銀行、ま、ここが窓口なわけやけど、この裏側、ここには、はい、富くじ売り場が。ちょ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 、心して。こっち側がね、富くじ売り場になってるらしいです。これ虹がかかってて、この子はもしかしてくじを買うつもりなのかな。ほら、あっこにね、富くじって書いてる看板が中にあるんよね。あ、ここに、何気にここにチラシも貼ってあるじゃねえか。ここにパンフレットも置いてあるし。なるほど、なるほど。まあ、この大黒さんから富くじを買うことができたら、きっと高額当選間違いなしだろうと。はい、それじゃあ右側の部屋へ。お、右側は和風な部屋に出たね。そしてほら、小人が。もしかしてこれは、これで小槌を振ったから小人がお金を持ってきてくれたっていう。小槌から直接出るタイプではなく、もしかして小人たちの家やったりするかな。釣りに行ってきたな、おじいちゃん。かわいい、ね、小人たちがこの村でも至る所におるわけやね。まあの小槌は福小槌っていうらしいよ。はい、そして2階へ。えっ、めっちゃ製造しおりやん。えっ、やば、福小槌大量に製造されてるんですけど。あ、そういう仕事してるんすか。あ、そういう仕事してる方たちなんですね。なるほど。この福小槌を振ることによって、金運がね、アップするということだから、めちゃく、なんか、大金持ち、大金持ちになれるね。この村のみんな、きっと。はい、そして地下へ。お、地下はなんかちょっと怪しい雰囲気。ここね、多分、ちょっと、おって思った人もおるかもしれんけど、まあ、夢うつつ村の方と見比べたら、同じような感じの部屋がね、あったんよね。まあ、こういう雰囲気ではなかったけど、だからそういう部分がちょっとリンクするというか、まあ、夢うつつ村の同じような部屋と、こっちの部屋見比べたら秘密がわかるんじゃないかと。そういうことです。なんかこの絵かわいい。この壁に貼ってある福小槌の。これを振って、こう、大判小判がザックザクと。で、プレゼントまでいっぱい。すごいな。これ虹の彼方ってことで、夢うつつ村から、こうね、空を渡って、恋人たちはここにやってきてるんだろうか。はい、それじゃあ。一軒目からめっちゃボリューム、ボリューム感半端なかったね。宇宙銀行本店。さあ、そして、見て、ベンチもなんかめっちゃある。いいね、いいね。ちょっと疲れた時にね。一息。はい、そして二軒目。お、これ、みのり村長やん。虹の彼方へようこそ。なんかちょっと、服かわいい。レオパード柄やん。私の大好きなレオパード柄やん。はい、そしてここがみのり村長の別荘っていうことでね。いいね。
ね、いいね。こう入ってすぐに、でっかいクマちゃんたちが、お出迎えしてくれるっていう。夢落ち村の方はね、ぐでたまグッズがすごいいっぱいあって、私は超興奮したわけだけれど、お虹の彼方村の別荘の方はすごい落ち着いた感じの雰囲気やね。はい、そして奥の部屋へ。あ、でも、見てこれ、貯金箱自体がめっちゃ金ピカっていう。そして、あっちの、ね、自宅に比べてちょっとブランド物とかが多いんかな。なるほどね。え、見て、床が金ピカ。そしてなんだ、なんか怪しげな儀式が行われてるわけじゃないよね。なんか召喚されてきそうじゃない、ここに。下。何が召喚されるの、ここから小人たちが出てきたりとかするかな。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側は、ほっと一安心やね。すごい温かみのある。あ、これ、みのり村長が書いたってことかな。え、めっちゃ可愛くない？ほらほら。虹の彼方へ。音符たちが飛んできよる感じ？なんかすごい柔らかいタッチの可愛い絵が。なるほど。みのり村長は絵を描く趣味があると。はい、そして、2階へ。おー。お、なんかすごいね。2階、天国みたいな感じ？こういう場所で、ふかふかの布団で寝ると。なんか不思議な空間やね。家の中なんか、外なんか。天国だからこういう雰囲気なのか。そしてそこに、小人が一人。紛れ込んでいるという。こういう空間で寝たらどんな夢見るんやろうね。なんか幸せな夢が見れそう。ほい、そして地下へ。お、地下はまた不思議な不思議な空間。なんかこの、ね。この音がまたちょっとね、不思議な空間を演出しとるっていう感じがするよね。こう、至るところで、やっぱ宇宙に繋がる場所が。もしかしてこれは、宇宙空間へ繋がる扉？なんかそんな感じすることない？今にもこのおじさん、飛び込んでいきそうやん。ちょっとドラえもんの世界を彷彿とさせる。あ、なんか虹色の布折りおる。この布を一体どうするんだろうか。ほい、それじゃあ。なんかあれはね、夢うつつ村では、まあ、至るところに小人が隠れとったりとかしよったけど、この村でも小人たちは大活躍。はい、そして宇宙ライブラリー。んーと、ここは、あ、なんか建物の色とかめっちゃ可愛いんやけど。え、可愛くない？いいね、いいね。お邪魔します。この宇宙ライブラリー、宇宙図書館も夢うつつ村にもあったんやけど、ここがやっぱり本店です。コクさん、無限の知恵が詰まった図書館。やっぱ宇宙だけに、何の知識を得ようとしてるんだい。小人さんたちにもわからんことがあるんやね、きっと。こういうところに小人さんとかいる気がしませんか。やっぱあれかな、西の神田村でも幸せになれるんかな。小人を見たら、お、あっち側に小人がいるじゃねえか。ほらほら、なんか本を積み上げて、見えない。本を積み上げて、めっちゃ何かしら調べようとしよるね。なんか小人は小さいから、
椅子に乗っていろいろと書物を調べよるみたいなんやけど、それでも上の方絶対届かんよね。何人かこう肩車とかしていかんかったら上の方のは確実に取れないね。ほらこうやって何を調べようやろうね。みんな何かしら重要な書物があったりとかするんだろうか。ほらここにも、そしてこの奥にはね、ちょっとなんか怖い感じの時計があるんやけど、でもこの口のついた怖い時計の目の前に小人さんがおるんよね、一人。何をやってるんだ？何かしら怪しい計画が。襲われよる、もしかして。はい、そして、なんかめっちゃ迷路みたい。はい、右側の部屋へ。あ、すごいね。どこまで行っても本があるわ。まあ一応ここはなんかちょっと部屋みたいやけど、うん、それでもこうねちゃんと本がたくさんあるという。この部屋にはお小人がいない。逆にちょっと新鮮じゃない、小人がおらん部屋。本当にいないのってちょっと探したくなる感じ。どっかおるんかな。え、おらんよね。おらんおらんおらん、うん、おらん。珍しいやないか。絶対どっかにおると思った。はい、そして。はい、左側の部屋は行ったっけ。あ、左側の部屋来てないね。びっくりした。なんかいろいろとね、方向を転換していきよったら、どの方向の部屋行ったかなって思う。なんか本が展示されてあるよ。そしてやっぱり、熱心に本を探している小人たち。何かしら調べるべきことがあるんやろうね。一体みんな何を調べているんだ。ちょいちょいこういうね、積み上げられた書物だとか、あと小人の近くにはこの隕石が結構飛び降りような気がする。はい、それじゃあ、2階へ。おお、転車乗り場？かっこいい。え、これに乗ったら一体どこに行けるんかな。あ、間に小人が、あ、向こう側にも？ほら、あっちの部屋の端っこの方にも、なんか小人がおるんやけど、あの小人の前にあるやつ何？あ、コンポか。ラジカセやった。こっちにも、転車乗り場で待ってるんですか？どこ行きかな？はい、そして地下へ。お、え、ロック？ロックって書いてある。ロックって何？え、ロックってなんだ。ここの人の名前はコクでしょ。コクさんやってよね。ロクさん、これは誰なんやろ。なんだか謎ができたぞ。そしてあっちの隙間になんか絶対何かあるって思ったけど何もなかった。こっち側もう何もないんよね。ふんふんふん。何あれ。あ、扉か。普通に何かと思った。普通になんかあると思った。小人となんか話しよるね。はい、それじゃあ、ほんとなんか宇宙につながる空間っていうのがものすごく多いね。ちょっとびっくりするぐらい多いよね。はい、そして、お、パッチくん、かわいい。どうも、逆壺になりたい。逆壺になりたい？なんかこの旅人くんは、まあ、世界中のお酒を飲み歩いている旅人らしいです。まあ、旅人と書いて旅人なんかな。虹の彼方村に湧き出るお酒があると聞いてやってきたと。湧き出るお酒があるのか、すげえ。あれかもしかして。あれかもしれない。わからんけど。
で、ちなみにこのタビト君のモデルは、大友のタビトっていう、酒を叩いた歌を作るほどとってもお酒好きの平安時代の歌人らしいです。なんか、名前聞いたことある。歴史の授業かなんかで。サカツボになりたい。これがサカツボってことかな？サカツボって酒を入れるツボ？ツボにお酒入れるの？なんかよくわからんねえけど。まあ、とりあえずお酒が大好きで、ここにもお酒があるっていうことはわかるよ。湧き出るお酒があると。やっぱ湧き出るお酒は多分、あっちにあるね。あれやと思うんやけれども。多分、きっと。この井戸とかも、湧き出てきよんかな、もしかして。それを汲んで飲み寄ったりとかするんかもしれんね。なるほど。まあ、お酒が湧き出るとか言われたら、酒好きからしたら、喉から手が出るほどのって感じかな。こっち側にあった、多分、これじゃないかな。あ、見てこれ。見てこれ。金のバラの真ん中に、これきっとワープするよ。あ、でもこれポケモンとかでよくあるさ、ここでワープに入って、シュンってこっちに出てくるパターンね。あれ、ちょっとしか移動してなくねみたいな。あのパターンのやつね。そしてこれはきっと湧き出るお酒です。お酒のはずです。ほい、ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てちょ待って。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。もう一個の夢うつつ村とリンクさせてきっちり見ていったら絶対楽しいね。